宿り木の呪いか。どうやら俺も年貢の納め時らしい。怖い？いや、心を、記憶をなくすのよ。なくさないよ。うる、そんな目で見んなって。またすぐ会えるだろう。約束よ。私、あなたに会いたいと強く願うから。ああ。カレン。ありがとう。いつかまた会おうぜ、みんな。長い旅を終え、俺は多くのものをなくした。この戦いで勝ち取った未来にどんな意味があるのかなんてわからない。でもその旅もこれで終わり。俺の心を蝕んだ呪いはついに魂を飲み込もうとしている。たとえみんなの待つところに帰っても、俺は俺で亡くなっちまうんだ。だけど穏やかな毎日を過ごしていけるのならば、それは幸せなことなのかもしれない。
まさかこんなところで会えるなんて。あんなに探したのに。ウル、あんた誰？父親の顔を忘れるなんてバカな息子だ。親父？さあ帰りましょう。ここは寒い。